フィモーラ12に搭載されているさまざまなカラーツールは、初心者から上級者まで使いやすくて、映像に合わせてカラーバランスやトーンを思い通りに調整できるよ。皆さんこんにちは、ワンダーシアフィモーラのクロエです。今回の動画では、フィモーラ12で使える色補正ツールをベーシックなものと高度なものに分けて紹介するよ。まだフィモーラ12をダウンロードしていない方は、フィモーラ .wondershare.jp か概要欄のリンクにアクセスしてね。それでは、多彩な色調補正の機能を見ていこう。フィモーラを起動して、クリップをメディアライブラリにインポートしよう。クリップをタイムラインに配置したら、色補正したいビデオクリップをダブルクリックして、色のタブを選んでね。色調補正には、ベーシック、HSL、カーブの3つのモードがあるよ。ではベーシックから見ていこう。ここではホワイトバランス、色、ライト、ビネット、カラーマッチの調整ができるよ。色のタブを開いてみよう。露光スライダーは映像全体の露出を調整するのに使うよ。プラス方向に動かすと明るくなり、マイナス方向に行くほど暗くなるよ。このツールは露出過多や露出不足の映像を修正するのに便利だね。次は明るさのスライダー。映像全体のトーンを明るくしたり暗くしたりできるよ。コントラストスライダーでは、映像の最も暗い部分と最も明るい部分の差を調整して、暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るくしたり、逆にコントラストを弱くしたりもできるよ。鮮やかさやサイドスライダーは、映像の色の強さを調整するもの。鮮やかさはサイドの低い色を対象として、サイドの高い色はそのまま残す。サイドの方はクリップ内の全ての色を対象にするよ。スライダーを右に動かすと色が濃くなり、左に動かすと色が薄くなってグレーっぽくなるよ。ホワイトバランスは映像の色味が適正ではない状態、つまり色かぶりを和らげるためのツール。色温度を調整すれば、全体のカラーバランスを暖色系もしくは寒色系に変えることが可能。色合いではクリップの色合いを様々な種類に変えられるよ。オート機能かスポイトツールを使ってクリップの白い部分を選択すると、カラーバランスの自動調整も可能だよ。ビネットパネルではビネット効果をカスタマイズして動画に適用できるよ。ビネットとはフレームの端を徐々に暗くしたり明るくしたりするもの。視聴者の注意をフレームの中心に引きつけるのに有効なツールだよ。ビネットパネルで量、サイズ、円形、フェザー、露光、ハイライトのスライダーを調整してビネットの見え方を整えよう。例えば量スライダーでフレームのコーナー部分を暗くしたり明るくしたり、フェザースライダーでビネットの柔らかさを調整したり、サイズスライダーでフレーム内のビネットを加えたい領域を調整したりしてみて。これらの操作はビデオクリップに直接してもいいし、調整レイヤー機能を使って行うことも可能だよ。調整レイヤーではクリップの長さを調整することで、複数のクリップに同じ色を適用できるんだ。フィモーラ12の調整レイヤーについてもっと知りたい方は、こちらのチュートリアルを見てみてね。ではフィモーラの高度な色補正ツールを見ていこう。ヒストグラムアイコンをクリック。ヒストグラムは映像の色調の値をグラフ化したもので、色の分布とその強さを示してるよ。画面のヒストグラムを分析してレベルやカーブを調整したり、全体の露出を補正したり、コントラストを上げ下げしたり、画面内の特定の明るさや色域だけを引き出したりすることができるよ。映像の個々のカラーチャンネルのヒストグラムを確認してみよう。片側に大きく偏っているチャンネルがあれば、色かぶりしている可能性があるから、画面の色を目で確かめながら修正するよりずっと簡単だね。ライトのパネルでは映像の明るさを最適化できるよ。ブラック、ホワイト、シャドウ、ハイライトのスライダーを左右に動かして調整し、暗くしたり明るくしたりしてみよう。HSL パネルでは特定の色域の色相やサイド、輝度の調整が可能。
カラーパネルから色を選択してスライダーを動かすと近い色だけを調整できるよ。このツールは映像の配色を微調整するのに便利だよ。次はカーブ。カーブタブを選択すると斜めの線の大きなグラフが表示されるね。この線は現在の色調の値を表しているよ。コントラストを調整するにはシャドウ部とハイライト部にアンカーポイントを追加し、間の部分をドラッグ。これで階調が圧縮され、コントラストが強くなったよ。色かぶりを直すには、問題のチャンネルのカーブにアンカーポイントを追加して、色が綺麗に見えるまでカーブを動かしてみよう。RGB のカーブを調整する前に、画像のヒストグラムを分析しておくと、画像全体の階調分布が分かって、色や露出の適正じゃない部分を特定しやすいよ。プリセットの色補正エフェクトもたくさん用意されていて、ビデオの見え方を好きなように変えられるよ。プリセットはお気に入り、カスタム、3DLUT などのカテゴリーに分類されてるよ。プリセットをダブルクリックすると動画に適用されるので、プレビューウィンドウで確認してみて。気に入ったプリセットがあったらお気に入りに追加しておこう。後で簡単にアクセスできるよ。以上、Filmora 12で使用できる多彩な色調補正ツールの紹介でした。露出やカラーバランスの基本的な調整からスタイリッシュな映像の作成まで、 Filmora はあらゆる場面で役立ってくれるはず。紹介したツールを試してみて、どんな効果があったかをぜひコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とベルボタンをクリックして最新の動画情報をお見逃しなく。Keep creating! またお会いしましょう。